人はどんな関係なんですか？親友ですね。親友ですか？はい。運命共同体ですね。はい。覚悟ができているっていうのも私もすごく感じていて、それを言語化すると全て自分のせいにできるっていうことだと思うんですよね。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は本厚木ですね。そうですね。今日は本厚木店で顧客体験をして、その後湘南エリアの店舗を訪問ですね。平塚店、辻堂店、藤沢店。今日湘南エリアを見て回るにはどんな目的があるんですか？基準を合わせる。基準っていうのは判断基準と価値基準ですね。石井オーナーと基準を合わせるんですね。オーナーの石井隆二です。石井オーナーです、はい、よろしくお願いします。お二人はどんな関係なんですか？親友ですね。親友ですか？はい。運命共同体ですね。運命共同体、はい、石井は20年前銀座店で副店長をやってまして、はい、私銀座店で初代店長だったじゃないですか、はい、で銀座店で副店長やってて本厚木の店長として行って、でここで経営者になって、うん、今東京、神奈川と福岡で10店舗経営してますね、うん、と全国でアップスタイル塾を開催してまして、はい、その塾長を務めてますね。石井オーナーは山下さんとは出会ってからどれぐらい経ってるんですか？もう20年ですね。20年ですか？はい。28歳でアース銀座店に入社して、はい、そこで初めて山下さんにお会いしたんですけど、もう第一印象激しい方だなと思って。お二人はあれですか、じゃあ現場で一緒に働いたことがあるんですか？そうですね。あ、そうなんですね、はい、銀座店で朝から晩まで、うん、朝行って駅でチラシ配りをして、で掃除をして朝礼をして、でサロンワークをして、で修理して、で近くの新橋の居酒屋で、はい、毎晩食事して、石だけは最後まで毎回いたんです。だいたい終電超えますから。でもあの時石は川崎に住んでたんですよね。はい。だから川崎までタクシーで帰ってたんですよね。そうなんです。そこまでして最後までいなくていいのにって思うじゃないですか。そこが普通じゃないですね。食事会に最後までいるっていうのはなんかこう決めてる部分があったんですか？いや、何より山下さんに興味があったんで、一つ一つの言動から何から何まで、はい、自分には今までできてないことが山下さんは全てできてたんですよね。そしたら全てを盗もうっていうなんか変な気持ちになるというか、はい、考え方がいい意味ですよ、はい、非常識すぎるんですよね。何より自分が模範となって見本となる方なんで、はい、自分においてはすごくいい出会いだなと思いました。本厚木店での顧客体験を終え湘南エリアへ。平塚店、辻堂店、藤沢店の3店舗を訪問した。石井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。石井さんってどういう人ですかって、はい、いろんな人に聞かれたり、はい、聞いたりするんですけど、はい、その時にもう必ず入ってくるのが覚悟というワードが入ってくるんですよ、はい、覚悟ができているっていうのも私もすごく感じていて、はい、それを言語化すると、はい、全て自分のせいにできるっていうことだと思うんですよね、はい、空が青いのも、はい、
電信柱が高いのも、うん、郵便ポストが赤いのも、はい、全部自分のせいだってできるかどうか、はい、こういうことを感じるんですよね、うん、石井さんを見てると何があっても目標をやり遂げるっていう20年間をずっと見てきてるので、はい、それって言葉で言うのは簡単ですけど人間なかなかできないじゃないですか。そうですね、はい、あと石井さんって、はい、もう火の中に真っ先に突っ込んでいくじゃないですか、はい、みんな避けたい問題とか、はい、逃げたいことから石井さんって真っ先にその問題に飛び込んでいくんですよね、はい、捨て身感、はい、その領域にいる人少ないんですよね、はい、どこかでこう保身に入ってるというか、はい、何かあったら部下のせいにしたり、はい、会社のせいにしたり、はい、お客様のせいにしたりっていうまだ腹のくくれてない人が普通なのかなと思うんですけど、はい、捨て身で行かれたらもう協力するしかないですよねっていう、協力しなきゃと思っちゃう、はい、そこがこう一線を貸してるんじゃないですか、はい、と石井さんってどういう人って、はい、こう石井さんの周りの幹部の人たちに聞くと、はい、こう返ってくる言葉が、はい、この人の力になりたいって思えると、それってなかなかないことですよね。俺はすごいからついてこいっていう引っ張り方はしてないじゃないですか、はい、ただ真面目に一生懸命仕事に打ち込んでるだけだと思うんですよ、はい、その姿勢じゃないですかね、はい、真面目に一生懸命仕事に打ち込んでる姿をみんな見てるから、はい、でその人たちがこの人の力になりたいと思うっていうことは本当に嬉しいことですよね。嬉しいですね。これから自分一人で 100% 努力するよりも100人で 1% 努力する、はい、こういう力を味方につけたいですよね、うん、あの人の力になりたいと思われるということは、はい、人を大切にしているということですよね。ここまで自分の会社自身も大きくなっていろんなスタッフが増えた中でこの子たちをどういうふうな形で一人前の美容師に育てていけばいいかなっていうふうに考えたらこれも山下さんからなんですけどとことん関わった方がいいっていう本厚木店でなんか石井さんがやってくださってたりとかすることがどういうふうにしたらその一人一人が活躍できるかっていうのを常に考えてくださってなんかアドバイスいただいたりとかなんか期待してくれる一人一人にこういうこと期待してるねっていうのを言語化してしっかり伝えてくださるっていうのが私はすごいなって思います。常に人のことを考えてくださる自分のことよりも自分が石井さんが一番忙しいですし時間がないのに面倒見がめちゃくちゃいいなんか人間深い人っていうか実際山下さんと接してる時間の中でたくさんの研修に連れてってもらった記憶が今でもあるんですね。あ、これがとことんだなっていうことで最後の最後まで面倒を見るとことん関わるっていうのがすごく必要かなっていうふうに思います。人を大切にしてる人が勝っていきますよね、はい、石井さんってすごく人を大切にするじゃないですか、はい、もうとことん付き合うじゃないですか、はい、石井さんって、はい、進化を続けてますよね。30代40代になってくると、はい、勉強をやめてしまう人って多いですよね、はい、で石井さんは全国でアップスタイルの塾を開催してるじゃないですか。でその塾長をやっていて、はい、にもかかわらず自分も学びに行ってますよね、はい、いろんなところに。そうですね、学ぶこともしてるし、はい、それを教えることもしてるし美容師様もいつまでたっても勉強していかなきゃいけない存在だと思ってるんで勉強をやめた時点でもう美容師ではなくなってしまうしそれに共感を持っていただいたスタッフがついてきてるっていうのも実際あるんで自分自身はもう死ぬまでやり続けるって
て覚悟はあるんで、だんだんこう年齢が上がってきて40後半にもなってくると、はい、周りで勉強してる同世代ってぐんと減ってくるんですよ、はい、年々減ってくるんですよね、はい、それはすごく感じますね、はい、で石井さんって、はい、もう先輩からも後輩からも学ぶじゃないですか、はい、ここだと思うんですよ、先輩から学ぶっていうのはなんとなく分かるんですけど、はい、若い人たちからも学んでますよね、はい、自分より年齢が10歳も若い、はい、20歳も若い人の講習があればそれに参加して、はい、で学んでるじゃないですか、はい、その後輩から学ぶって、はい、なかなかできないのが人間ですよね、はい、いろいろ見栄があったり、うん、そうです、プライドがあったり、はい、石井さんはそんなの関係なく後輩から学んでますよね、はい、20代のうちはフレッシュなイチゴじゃないですか、はい、それから30代になって、はい、そうするとちょっとイチゴの中でもフレッシュな20代前半の人たちには劣るかなっていう段階が来た時に、ショートケーキの上に乗っているイチゴになるべきなんですよね、はい、そうすれば戦えますよね、はい、今度40代になったらジュースですよね、うん、フレッシュジュース、あの腐りかけがジュースは一番美味しいんですよね、はい、でそろそろ50代はもういちごジャムですね、ジャム、はい、うん、ジャムになるための勉強はもう十分にされてると思うので、これが30代40代50代になっても進化せずにいちごのまま戦ってたら、はい、若い人たちに勝てないですよね、うん、勝てないですね、まだ山下さんも高みをすごく目指されてるんで、いろんな知識とか経験をこれでもかこれでもかって外部から吸収しようとする姿勢はなぜですかっていう。自分は美容業界に入ってこういうふうに変われたっていうのがあるので、はい、うん、自分の周りにいる仲間の人たちを、はい、そこに導きたいですね。だからこう自分が良くなったっていうよりも、うん、後輩の人たちが良くなったのはすごい嬉しいですよね、うん、頑張ってそれ乗り越えたんだなとか、はい、もう自分はもうそこへ行くための最短ルートを知ってるし、はい、そこに落とし穴があることも知ってるし、はい、してはいけない失敗と、はい、した方がいい失敗があるのも知ってるし、そういうのをこう道案内してあげたいですね、はい、並走、隣で並走しながら、はい、もうやりがいですよね。そうです。ありがたいことに後輩たちも増えたので、はい、その人たちが自分でもここに到達できるんだっていうところに導いてあげたいですね、はい、そのためには一番勉強しなきゃいけないですし、はい、その勉強っていうのは今挑戦なんですよね。それがもう楽しくてしょうがないです。